トラバンチャンネル。お待たせいたしました、ヒーローインタビューです。後半戦白星スタートの立役者3人にお越しいただきました。村上投手、佐藤輝明選手、森下選手です。まずは村上投手から伺いましょう。久しぶりの4勝目をマークしました。まず今の気持ちから聞かせてください。後半戦スタート、勝てて本当に良かったです。今日は本当に粘り強いピッチングでしたけれども、ご自身で振り返っていただいてどうですか？いやー、そうですね、だいぶ打たれてしまってピンチばっかりだったんですけど、最初失点を抑えることができて良かったです。満塁のピンチもしのぎましたけれども、今日一番投球の中で大切にしたことはどんなことでしたか？そうですね、低めにしっかり投げ切るっていうのと、フォアボールを出さないようにっていうのを意識してやってました。かなりバッターの懐にも攻め込んでいたような印象もあるんですけど、いかがですか？そうですね、インコースもうまく清志郎さんが引き出してくれたりしたので、そこでうまく抑えれたのかなと思います。今日の勝利が6月27日の同じドラゴン戦以来の4勝目となりましたけれども、勝てない間も好投は続いていました。ただご本人としてはなかなかこう吹っ切れない気持ちもあったんじゃないですか？そうですね、ドラゴンズと広島が多いんですけど、そこでなかなか勝てなくて苦しかったんですけど、今日勝ててよかったです。これから本当に重要な戦いが続いていきます。後半戦、村上さん、どんなピッチングを見せてくれますか？前半戦あまり勝てなかったので、後半戦しっかり勝っていってチームに貢献できるようにするので応援お願いします。ぜひ次回も素晴らしい投球を心待ちにしています。続きまして、初回先制タイムリーヒットの佐藤輝明選手です。今日から後半戦、この初戦、まず試合を迎えるにあたって佐藤さん、どんな気持ちで試合に入りました？しっかりいいスタート切れるように、心がけていきました。はい、そういう気持ちで挑んだ試合の初回にいきなりチャンスで打席が巡ってきました。打席に入る前の気持ちはどうでしたか？ランナーを絶対に返すという、気持ちで打席に入りました。今シーズンは小笠原投手、かなりこう打ちあぐねていた印象もあるんですけれども、狙い球あたりは何かかなりこう絞っていたんですか？しっかり浮いてきた球を、捉えようっていうところで、いい当たり打てたんで良かったです。近本さんの好走塁も見事でしたね。そうですね、本当に、助けられたというか、本当にナイスランだったと思います。それから横にいらっしゃる村上頌樹投手、なかなか前半戦は援護できなかったという思いも強かったんじゃないですか？そうですね、今日も、ピンチ作りながらも、粘って、抑えてくれてたんで、なんとか打ててよかったです。まさに4番としての役割を果たした今日の一戦でしたけれども、佐藤さん、夏という季節は好きですか？そうですね、好きです。はい、その大好きな夏、今年の夏は佐藤さん、どんな夏にしましょうか？いや、もっともっと暑い夏にします。はい、ぜひ素晴らしい結果をこれからも残してください。はい、そして見事なスリーランホームランの森下選手です。ありがとうございます。すごい歓声ですけれども、森下さんの耳には今あのタイガースファンの大歓声どう届きましたか？いや、本当にチームに、迷惑ばっかかけてたんで、1本、大きいのが出てよかったなと思います。では7回の打席を振り返っていただきたいと思いますけれども、直前でピッチャーが藤島投手に変わりました。今シーズンは初対決になりますけれども、
打席に向かう前、頭の中ではどんなイメージを描いていたんですか？そうですね、ピッチャーが変わるかなっていうふうに、予想してて、でその予想のもと、藤島投手になって、準備ができてたので、まあ、いい一本が出たなっていうふうに思います。どのあたりで、あ、これはホームランだと確信しましたか？いや、結構手応え良かったので、当たった瞬間に入ったなっていうふうに思いました。実に6月2日以来のホームランですけれども、久しぶりのホームランの感触はどうでしたか？そうですね、この感触をずっと待ってました。もう一つ感触で言いますと、甲子園球場でのホームランが4月26日以来3ヶ月ぶり、この甲子園での一周というのはどうでしたか？いや、本当に全然打てない時期が続いてて、自分も、まあ、苦しんだんですけど、まあ、ここから後半戦切り替えて、ここから全勝したいなと思います。もちろんね、村上投手とお立ち台に立つ気持ちも嬉しいでしょう。そして横には佐藤輝明選手、お二人並んでね、アイブラックで、ちょっとどうですか、お立ち台で今並んでるっていうのは？いや、そうですね、輝さんがこう後ろにいてくれるから、自分も、どんどん初球からいけるので、アイブラックコンビで頑張っていきたいなと思います。ぜひ素敵な後半戦をファンは待っています。では森下さん、明日明後日もゲームを行われます。最後に一言お願いいたします。久しぶりでちょっとすいません。いいですよ、はい、はい、ここから、勝ちを続けて必ず優勝したいなって思うので、熱い応援これからもよろしくお願いします。最後に力強い一言ありがとうございました。今日のヒーローは村上投手、佐藤輝明選手、そして森下選手でした。